こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は9レンジャーガシャポン9玉の第6弾です。さあ5弾に続いて6弾、まあね、今回もエンプティが来ました。でラインナップが、狼、カジキ、定規、コンパス、文房具続きですね。で狼のエンプティとコップ、そしてカジキのエンプティです。そしてね、5弾からなんですけども、あの例の応募券はなしとなっております。はい、こちらがカジキのエンプティです。ナンバリングなし、透明で黄色のプリントで、錦ピンがこちらです。で裏の絵柄で回すライドで揃えるとカジキで、中にはねカジキボイジャーのイラストが見えます。でナンバリング9番、通常のカジキ9玉クリアイエローですね。で絵柄は中、まあ、過去の段と一緒です。まあ、ずらしたのがこちらで、揃えたのがこちらです。そしてエンプティーバージョンの狼、番号なしで錦ピンがこちらです。で成型色はね、エンプティーバージョンはすべてデラックスと同じシルバーですね。あ、絵柄は狼ボイジャーで、回すライドで揃えた絵柄がこちらです。通常版の狼がこちら、ナンバリング3番、クリアブルーで、あ、絵柄は1段と同じですね。さあこちらが49番コンパス9玉、認識ピン、こちら9玉のやつですね。ずらした絵柄がこちらです。中の絵柄もコンパスが見えますね。そしてこちらも初登場、定規9玉46番です。もうなんか中の絵柄は定規が中央から飛んできてますね。いろいろノギスとかも見えますね。裏の絵柄がこちら。まあここら辺に関してはもうあれ個別音声なしなんですね。みんな9玉なんですね。でこちらも初登場、コップ9玉で、ナンバリングが64番、薄い緑の球体部分で、中はコップそのまんまですね。ずらした絵柄の反対側がこちらで、揃えると取っ手付きのコップで、個別認識の音声はなしてなわけでね、今回新規で登場した定規とコンパス、コップは装填時の音声のみ。カジキ、オオカミもピン一緒ですので、エンプティバージョン装填しての音声と、あと発行パターンです。
はい、以上発光と音声でした。狼とカジキに関してはね、過去の段と絵柄は同じでしたね。まあ、今回ガシャポンだけでね、初登場したのが定規、コンパス、コップの3つなんですけれども、まあ、こちらのね、同じタイミングで5段の方も動画出してますので、ぜひ気になる方はぜひよろしくお願いいたします。このペースだとね、今後の段もエンプティが出てくるのかなとかね、不安なんですけど、まあきっと出てくるでしょうね。はい、そんなわけでね、今回の動画はガシャポン9玉の06でした。以上、トイハッピーでございました。ご視聴ありがとうございます。